こんばんは、ヒューです。では、戦国無双、真田丸やっていきましょうか。異常はありません。さて、とりあえずは次は北条攻め。小田原城ですね。難攻不落の、敵の城として名高く。はいはいはい。と誰だ。もう名前出てますけどね。島左近。はーい。構えはこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう。こうですか。ありがとうございます。子守を雇った覚えはないのだがな。父上、お帰りなさいませ。ただいま。これでも軍略家のつもりなんですがね。こっちもだ。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたので、ついね。ご指導をいただきました。何の。そうか、それは世話になった。真田正幸だ。存じておりますよ、信玄公の秘蔵っ子。ぜひ一度お目にかかりたかった。過分な期待は迷惑だ。ご謙遜。信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。ご挨拶が遅れました。真田幸村と申します。これはご丁寧に。雪村殿、よろしくね。よろしく。それは早すぎでしょう。はい。勝手に座った。そのことあるか。っていうか、もう出立すんの。ちょっと待って、まだやることが。まずはというか、お供え物を回収しましょう。何これ、何どういうこと。ほう、はい。え、はあ、これ何。お、はあ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 、気境ゲット。気境が何なのか分かんないですけど。じゃあもう一度よもぎをね。よもぎと気境はどっちが上かが分かんないですけどね。いや、価値とかそういった問題じゃなくて、価値、もうこのレア度の問題とかじゃなくてね。一応ほら、なんつうの、食べるという感じでは
ヨモギも捨てたものじゃないと思うんだけど、そういうのとはちゃうのかな。そしたら、そうで絆確認、まあ何もまだ上げてないからね。まっすぐの間とかいっぱい持ってなかったっけ。11個。まあそのうちね。見回りを続けます。ほい、承知した。では参りましょうか。出陣するか。やれやれ、氏康はやはり出てこぬか。兵たちに盛んに挑発させてはおりますが、北条の臆病者どもめ、かくなる上は正面からしろ。小田原城だぞ。愚策ですね。なんだと若造が。左遷。謙信公でさえ落とせなかった献上を力攻めなど、兵にどれだけの被害が出るか。若殿まで何と弱腰だ。ここが踏ん張りどころで。潮時かの。何の。親方様、立ち退きに際しては城の周りに火を放ちましょう。我らの撤退を見れば挑発も少しは効くかね。少しでも釣り出して叩ければいいのじゃが。あら、あら、そうだね、無茶はしちゃダメだよ。ああ、それが進行に一発までに勝利してると、なんか次の一手がいいかもね。そっか。まあ、つく偵察行きましょうか。すでに勝ちは見えておる。一度も警戒させずに勝利？ 8 分以内に勝利？ 500 人以上倒して？ 8 分か。まあまあまあ、やっていきましょうか。
時が惜しい。急ぎ本クルワに向かうぞ、マサユキ。どこが本クルワなの？は、なれど、北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。はい。おう。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう注意して進みましょう。ちょっと待って。どうしたらいいの？敗北になるの？そろそろ交代の時間だな。洞窟移動開始。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。それはあの前を覗かねば進めません、ね、迅速に打ち道を開きましょう。セモノ、まさか武田の1分以内に。あ、大丈夫か。進路の途上にあります。ここから兵を出されてはあやや。あれどこ行った。背後を疲れることになりかねないのな。故に備えを見定めておかねばならない。はい、さらに可能であれば痛手を与え敵の出陣を牽制しておきたいところです。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい。何事だ。配置替えの時間だな。どうされます。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。どこ。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば本クルワに抜けられるはずです。はい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 。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、マサユキ。策敵兵来ましたけど。これでいいんですか。あ、いいんですね。よしよしよし。この調子で。ちょっと待って、どうやって500も倒すの。あ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうち。本当に？この戦の意味とは一体。本当だよ。騒がしい。何事だ。敵に蹴取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。どうにも想像し、見回りを増やすべきではないか。ちょっと待って、マジでマジで。え、どうしろと。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。か。マサユキ、
私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回ってホンクルワを目指してくれ。ほい、わかった。こちらにクセモノがいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶だ。本当だよ。配置替えの時間だな。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が。マセキ、頼んだぞ。こんなに紛れ込んだ。しつけの時間だ。確かこちらの方から。悪いが、そこには忍びを潜ませた。やる。どれ？フルワから見回るか。そこもまた我が術中である。やれ。オッケー。何やつ。え、どうやってこれを500も倒せるの？これ500もいないでしょ、だって。武田の希望を見なくそうと心壊しておくのが一挙か。なんだ、もののけ。いや、これが北条の風だか。むしろ500倒す前に普通は小太郎がやられちゃうよ。え、倒しちゃった。ここまではたやすい。終わっちゃった。敵将打ち取ったり。どうしよう。うん。はいはいはい。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。逆の立場って。無論のこと、ありがとうございます。勝頼様、だからおとりはこっちがやるって言ったじゃん。これ500倒すんでしょ。うん、まあいいけどさ。おい、
正行、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。はい、故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで十分です。上杉、そういえば北条は上杉と結んだのだったな。はい、されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し、我らの力を見せておくべきですが。親方様、北条のご詰めであった北条氏輝らがこちらに迫っておるようでございますぞ。思いのほかたくさん連れちゃったみたいだね。何をのんきな。本当だよ。ここは急ぎ撤退を。ここは軍を二手に分けましょう。貴様、何を申しておる。策を申し上げております。別動隊で志田峠を迂回し敵の範囲を突きます。奇襲してきた部隊をさらに奇襲するわけじゃな。面白いが、別動隊にあまり兵は避けぬよ。無論です。大部隊で動いては敵に悟られる。ごく少数の兵を率いて私が当たります。バカな、大軍に囲まれようとしておるのに軍を分けるなど。正行が奇襲を成功させるまで持ちこたえればいいだけのことだ。バカ殿。父上、正行の策に任せましょう。策がなるまで本陣は私が必ず守り抜いてみせます。バカ殿。勝頼様。よかろう。頼んだよ、正行。母。武運を祈るぞ、正行。勝頼様。なるほど。ただ六毛戦足りないからね。こっちで稼いだ方がいいのかな。まあいっか。では今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ひうえでした。バイバイ。